皆さんこんにちは、竹下明則です。今はですね、5月26日の金曜日午前11時35分ですね。前場終わって日経平均300円高で 31,094 円になってまいりました。トピックスも12ポイント高の2158ということですね。で、私は昨日の安値ですね、日経平均の 35,666 円、これがまあ私の下値の見立てより100円ほどちょっとまだ足りないんだけどということを申し上げておりましたが、トピックスの方でですね、もう一度検討してみましたところですね、トピックスはですね、5月11日の木曜日の安値 2077.78 ポイントから5月の23日の高値 2188.66 ポイント、この間の上げが 110.88 ポイントなんですけれども、この110.88ポイントのフィボナッチ比率 38.2% 押しをですね、実は5月24日に実はトピックスの方は達成しています。2146.92 ということですね。で、これはもう 2146.30 が計算上ですから、もう1円未満ですから、もう誤差の範囲だと思います。したがってトピックスはもうすでに下落のめどであるフィボナッチ比率の 38.2% の押しをまあ達成していると。もちろんどこから取るかによってまあ考え方は違うんですけど、まあ私はあえて今短期的に急騰している局面なので、まあこの8連騰している中での安値からの高値、それに上がった幅の 38.2% っていうのを一つのめどに考えていて、日経平均はそれに少し足りなかったけど、トピックスはぴったり来ていて、それよりですね、その時の下げ幅の今度は 61.8% 戻りをすでに日経平均は達成しております。したがって、もう調整が終わってですね、次の連騰局面に入ってきた可能性も十分に考えた方がいいのではないかというふうに今は考えを変えています。まあそもそもですね、こういったエリオット波動でいうこの第三波動の中でも一番上がる可能性の高い、それもスピード感を持って上がる、まあ3波の中の第3波というですね、まあサードオブサードという局面というのは、まあエリオットの第一人者の宮田さんもいつもおっしゃってることですが、目先慎重な意見があるからこそですね、この急騰局面というのはむしろ生まれると。で、慎重な見方をしている人がですね、もう極めて少なくなって、そう強気になったところで、まあ、マーケットを一旦大きく調整するということをいつもおっしゃってるわけですけれども、まさに今ですね、まだですね、慎重な見通しをですね、やってる方々多いと思うんですね。まあ、この強気派で鳴らす私ですらですね、もうちょっと押してくれないかななんてことを、まあ、申し上げたわけですよね。しかし、よくよくいろいろ調べてみたところ、どうやら調整が終わった可能性もある。その可能性の方をですね、やっぱり頭に入れた上で、皆さんぜひ株式マーケット、東京マーケットに臨んでいただければいいのかなというふうに思います。まあ、アメリカではですね、ご存知のように、まあ、債務上限問題が26日中に片付くんじゃないかっていうことで、1ヶ月の債券金利、今朝方は 5.6% 台まで下がっていたんですけれど、また今現在 6% に乗ってきていて、もう大荒れの短期金利のまあ動きになっていましてね。まあ、正直、そのアメリカのこの問題っていうのは、まあ、そうそう簡単には解決しないと思っていていいと思うんですね。まあ、それよりもやっぱりその、6月の FOMC で利上げのまあ見送りが行われるというのがもうコンセンサスだったんですけれども、7月の利上げを見込む人はですね、もう逆にものすごく高い確率に上がってきていて、で6月の利上げもですね、 30% ぐらいの人が6月も利上げあるんじゃないかということを言い始めているということで、まあそれをまあ表してですね、アメリカの金利は2年債についても10年債についてもですね、結構上がってきていますね。まあ、昨日2年債が 4.529、10年債が 3.816 っていうところ、まあ、今現在のこれアメリカの金利の先物市場なんですけれども、まあ、そういった状態になっている。まあ、そんな中で、まあ、為替が昨日から
まあ、今朝にかけて140円台というのを、まあ、ドル円つけたわけですけれども、まあ、今現在は139円86銭ぐらいですね。まあ、もちろん金利差で円安にかなり触れているのも事実なんですが、今回は円安というよりもドル高ですね。明らかにユーロドルで見ますと 1.1 を超えていたユーロドルが今 1.0734 というわけですから、実際ついこの間ユーロ円はですね、ユーロドルが 1.1 を超えているときは151円台をつけていましたが、今現在ユーロ円は150.14 というところですので、明らかに今回はドル高であって、ドル高はアメリカの、まあ、物価にはですね決して悪くはないんですけれども、まあ、アメリカご存知のようにも財の物価はですねかなり下げつつある、でサービスが下がらなかったって言ったら、今度はサービスが下がってきて、よっしゃと思ったら先月からまた財も少し上向き始めたっていうことで、まあ、とても見通しがしづらいところ、そしてまあ FRB の理事や FMC のメンバーですねが、まあ、タカ派的な発言を続けていてですね、年内の利下げ見通しもまだ根強いんですけれども、7月に向けて、あるいは年内1回か2回の利上げ、しかし最終的には利下げになると、こういう、まあ、織り込み方をしているんですが、まあ、そのあたりの、まあ、FRB の考えとマーケットの、まあ、差というのが結構大きくなっていますね。まあ、ここら辺がアメリカ株については大きな波乱要因になるだろうと思います。まあ、一方、日本はですね、非常に、まあ、個人消費も強い、設備投資も強い、企業業績も思った以上に強いということで、まあ、50年以上ぶりにですね、日本とアメリカのですね、景気のデカップリングが起きるんではないかというようなことを言い始めている人もいます。まあ、いずれにしましても、日本は来年の賃上げの話をもう始めている人もいてですね、そんなわけないと思っていた賃上げというのが日本にだんだん定着してくる、そんなようなことになればですね、非常に心強いところでもありますし、まあ、植田総裁は昨日日経のインタビューに答えてですね、基本的にはまだ緩和を続けていくと、まあ、日本のインフレもある程度上がってはきたけれども、今年後半になってみるとまだまだわからないと、需給ギャップも少し残っているということですね。まあ、そういうことも含めて、日本の株式市場を取り巻く環境はますますいい状況になりつつあるということが言えると思います。調整がひょっとしたらもう終わって、日経平均また大きく上昇し始める可能性も出てきたということをですね、今日はお知らせしたと思い、まあ、動画を撮らせていただきました。Thank you.